タジアム満員だね。皆さんのおかげで優勝できましたよ。今日も我慢の時間が続きましたが、粘りのサッカー、サンフレッチェのサッカーを見せることができました。そうですね、まあ、自分たちらしさをね今日出そうと思ったんですが、なかなか難しかったですけどね、最後自分たちの、総合力でね、もう1点取って、大きく優勝に、ね、近づいたんで、まあ、みんなの力で、ね、取れた優勝だと思ってます。今シーズンもこの浦崎のサポーターの声援が力になりました。まあ、去年土砂災害にね、被害に遭った方とか、いい報告したかったですし、まあ、クラブの佐山さんが亡くなって、そしてサポーターのね、船さんがね亡くなって、やっといい報告できた。優勝したよ。